こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2018年9月、日本の潜水艦黒潮が南シナ海で訓練を行っていたという事実が公表されました。一般的に潜水艦の訓練を公表することは滅多にないそうですが、どうして公にしたのでしょうか？理由は、日本の技術力の高さを世界に知らしめようと、あえて黒潮の行動を公表したのではないかと言われているのです。これはあくまでも筆者の想像に過ぎないのですが、南シナ海では護衛艦加賀、稲妻、鈴付きの3隻が航行の自由作戦を展開しています。海底に潜む潜水艦の存在を各国が知らなかったというより気づかれなかったという過程の上に、実はと異例の発表をすることによって、日本の潜水艦技術を世界へ発信していると考えています。昨年2018年、黒潮はベトナムを親善訪問しました。これは日本とベトナムの国交樹立45周年を記念したものでした。当時の説明をします。日本の海上自衛隊の潜水艦黒潮は9月17日、ベトナム海軍への親善訪問のため、乗員約80人で南中部沿岸地方海インフォア省のカムラン国際港に寄港しました。海上自衛隊は、同月21日まで同省に滞在する予定です。これは、ベトナム海軍潜水艦部隊などへの親善訪問によって、海上自衛隊とベトナム海軍との相互理解を推進し、加えて、防衛協力や交流の進展を図ることを目的としたものです。先立つ9月13日、ベトナム海軍親善訪問部隊の潜水艦黒潮と同年度インド太平洋方面派遣訓練部隊の護衛艦である加賀、稲妻、鈴付きの3隻及び搭載航空機5機が海上自衛隊の戦術技量向上を目的として米国フィリピン海軍と合同で南シナ海で対潜水艦訓練を実施しました。通常の場合、海上自衛隊の対潜水訓練は日本の周辺海域で行っていましたが、南シナ海での潜水艦派遣による訓練実施が公表されたのは、今回が初めてのことでした。この公表の理由としては、航行の自由をアピールして、圧力を強めつつある中国を牽制する狙いがあると推測されています。また、日本が戦略資産としている、いわば虎の子の潜水艦まで、動員したのは、中国への牽制に本格的に対処し始めたという証拠とも言われています。今回の南シナ海における合同演習には、様々な意味を持っているの、ではないかとも思われます。というのは、この訓練に関して、今までの訓練とは違うことに気がつきます。日本の海上自衛隊は9月17日、報道を通じてインド太平洋方面の派遣部隊とベトナム海軍の親善訪問部隊が13日、南シナ海で対潜水艦戦を想定した訓練を実施したと公表しました。海上自衛隊は、訓練に参加した戦力をインド太平洋方面の派遣部隊である準空母加賀、排水量1万9000トン稲妻、鈴付き、そしてベトナム海軍親善訪問部隊である潜水艦黒潮2750トンと区分しました。実は海上自衛隊は8月21日加賀を含めた3隻が8月末から2ヶ月間、
インド太平洋地域の国々と合同訓練を実施すると発表していたのですが、黒潮については一言も触れていなかったのです。海上自衛隊が極秘扱いにしていた黒潮の動きは、新聞の報道を通じて公開されました。同紙は、複数の政府関係者の言葉を引用し、黒潮9月13日に、南シナ海のフィリピン付近の公海で対潜合同訓練を行ったと報道しました。黒潮は、加賀などの他の3隻とは別行動をとっていたのですが、9月13日にスカボロー礁、中国名キーワ島、中国フィリピン間で領土問題で紛争中付近で対潜訓練に合流したそうです。そしてアメリカの空母ロナルド・レーガン及びフィリピンの艦艇と一緒に対潜ヘリなどを動員して相手の潜水艦を発見する練習などを行いました。訓練を終えた黒潮は17日、南シナ海に面した軍事的要衝地ベトナムのカムラン湾に入港したのですが、実は自衛隊の潜水艦がこの湾に入港するのも今回が初めてのことでした。ちなみにこのカムラン湾は古くから軍事拠点として重要視されていた港です。日露戦争時にはあのバルチック艦隊も立ち寄ったそうですし、太平洋戦争時には日本海軍も使用したそうです。自衛隊が今回の訓練に参加したことは、南シナ海をめぐるアメリカ、中国の鋭い対立を考慮すると、何とも意味深長な動きと思われます。アメリカは2015年、日米防衛協力指針の改正によって、日米同盟をグローバル同盟に強化し、南シナ海に対する偵察を自衛隊が担当することを、希望する業務として提示してきました。そして、日本の海上自衛隊幹部も、朝日新聞のインタビューで日本政府が、南シナ海へ潜水艦を投入したことは、一歩、より深く踏み込んだ動きですと答えています。その一方で、日本政府は、エジプトのシナイ半島で活動する、多国籍軍監視団、MFO に、陸上自衛隊の派遣を検討していると、東京新聞などが報道しました。もしこれが実現すれば、国連が統括していない多国籍軍の活動に自衛隊を初めて派遣することになります。黒潮の活動を公表したことによって日本の持つ軍事力がどのぐらいのレベルであるのか世界に知られてしまったのかもしれません。この潜水艦の性能は未だ計り知れないものがありますが、それを含めても日本の高い技術力を周辺国に理解させることができたと思われます。海上自衛隊が極秘扱いした黒潮の動きが公開されたのは、新聞の報道を通じてだった。同紙は複数の政府関係者の言葉を引用して、黒潮が13日に南シナ海のフィリピン付近の公海で対潜合同訓練を行ったと伝えた。他の3隻の艦艇とは別に動いていた黒潮は13日、中国とフィリピンの間に領土紛争が進行中のスカボロー礁、中国名キーワ島付近で対潜訓練に合流した。自衛隊艦艇は、米空母ロナルド・レーガン号及びフィリピンの艦艇と共に、対潜ヘリなどを動員して、相手先の潜水艦を見つける練習などを行った。訓練を終えた黒潮は17日、南シナ海に面した軍事的要衝地であるベトナムのカムラン湾に入港した。
自衛隊潜水艦のカムラン湾入港も今回が初めてだ。自衛隊の今回の訓練参加は、南シナ海をめぐる米中の鋭い対立を考慮すれば、意味深長な動きと解釈される。米国は2015年、日米防衛協力指針の改正で、日米同盟をグローバル同盟に強化し、自衛隊が担当することを希望する業務に南シナ海に対する偵察を提示してきた。日本の海上自衛隊幹部も朝日新聞のインタビューで、日本政府の南シナ海への潜水艦投入を一歩より深く踏み込んだ動きと話した。一方、日本政府は、エジプトのシナイ半島で活動する多国籍軍監視団 MFO に、陸上自衛隊の派遣を検討していると東京新聞などが報道した。これが実現すれば、国連が総括しない多国籍軍の活動に自衛隊を初めて派遣することになる。日本の軍事力がどれくらいのレベルなのか分かってしまったかもしれない。潜水艦の性能は未だ計り知れない性能があるが、それを含めても日本がすごいことを周辺国に理解できただろう。